嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。電気やって、都市電って。よし、俺超似てるから。えつー。それ言う前にさ、ごそっと俺似てるからって言ったけど、何を真似てる。何の真似したらそうなの。さあ、ということで本日は都市伝説のお時間でございます。あ、今日は、関川じゃないです。あ、違う、怖くない。あ、怖くないんだ。怖くね、まあ、怖いっちゃ怖いですけど、そんな怖くない。あ、事件系ではないみたいな。そうじゃないです、もう歴史のお話。お、歴史大好き。俺好き、俺も好き。ヒストリー大好き。本日は三国史についてお話しします。勝ち。三国史にまつわる呪われたお話をしていこうと思います。怖いやん。怖いな。結構三国志っていうのは呪われてることが多いんですよね。三国志だ。ということで三国志っていうのは、まあ今から1800年ぐらいですね。魏、呉、蜀の三国が、中華統一を目指した時の話ですね。おー、そこでいくつかちょっと怖いお話ありますので、そちらお話ししてみます。うぇーし。まあじゃあまず一つ目からお話ししま す。まあ日本でもトップの呪いっていうのありまして、まあ動画で前ターボボーが話したのかな。お、ストック天皇。あ、ストック天皇ね。呪いね、日本三大呪われてる呪いっていうのが、はいはいはい、ああいうのが結構中華でもあるわけです。おー、関羽。はい、おー、関羽あります。関羽も実は怨霊となって人を殺してるんです。え、そうなんだ。で、その殺された相手なんですけど、グという国の、まああれの時の領王という人が、おう、関羽の怨霊に乗り移られまして、自分は関羽であると名乗りを上げて、めっちゃ呪われてるんです。めっちゃ呪われてる。めっちゃ呪われて、自分は関羽であると名乗り散らした挙句に、体中の至る穴から出血して死んだという。ほんま、後ろの音量強ない。もはやホラー映画じゃねえか。やばいやん。ホラーでしょ。死に方をしたっていうのが歴史上の本に載ってるわけですよ。そういうのが結構古代からあるって考えるとやばいな、うん、はい、じゃあ二つ目、また呉にまつわる話なんですけど、来たよ。諸葛恪という、はいはい、その方も呪われてしまったという。孫春という方に刺されて、はい、殺されてしまうんですけれども、はいはいはい、はい、この孫春の殺害した時と同時刻にですね、妻の部屋で奇妙なことが起きてまして、殺害された時刻と同時刻に召使いが入ってきまして、まあ、どうやら召使いから血の匂いがすると。で、様子がおかしいと思って不思議そうに見てるんですよ。そうすると目が飛び出そうになっている。で、腕まくりをして歯を噛みしめて、すごい形相で妻を見ていたらしくて、ちょっと時間が経つとこう叫びながら倒れるんですね。旦那様は孫子に殺されました。でその方亡くなるんですよ、召使い。同時刻に殺されてるから、うん、絶対分かんないはずなんです、うん、おかしいじゃん。なのに叫びながらその人はもう目を飛び出しながら死んでしまった。ですが、この殺した孫子、孫子にも怨霊が取り付いてしまうわけですよ。まあ38歳という若さで亡くなるんですけれども、うん、それまで病気という病気一切かかったことがなくて、はい、まあ、ある日その、まあ、自分が殺した諸葛恪に殴られる夢を見て目が覚めるわけですよ。うわ、やだね。そしたら心臓に激痛が走って、痛すぎてもうずっと苦しんでいるわけですよ。そのまま亡くなるんですよ。夢じゃなかった、もうよくわかる。それ孫春の、ま、息子ですね、うん、孫鎮というやつもいたんです。孫鎮かわいい方がいたんですけど、その方、栄華を一旦極めます。極めたんですけれども、その後処刑されて首を落とされてしまいました。なぜか処刑された時、まあ、お父さんの孫春の墓が盛大に荒らされていた。うん、嵐で供え物とか、はい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 、思い出の品とか全部もうなくなってたんですよ。その孫かなんかが、これは完全に諸葛恪の呪いだということで、はいはいはい、諸葛恪の墓を改装したっていう。もうそんぐらいガチで呪われていたし、周りもそれを認めて墓場をきれいにしたという。殺してしまった諸葛恪の、そういうことか、はい、墓を改装したっていう。え、じゃあもうそれ以来、じゃあそういった不幸みたいな呪いみたいなのがパッて消えたってこと。もうそれ以来パッて。ああ、そうなんだ。それはちょっと呪い信じちゃうね。本当に呪いだよ。そんな呪いだよっていうレベルだけど、諸葛恪強すぎだろ。マジで霊が強い。処刑方法もその時はもうとんでもなく怖い。ああ、
当てよ。そちらの処刑方法をちょっと教えていきます。はい、チンドクという殺害方法で。チンドク、毒かな。じゃあ、まあ、チンというヘビしか食べないみたいな猛毒の。うわー、ヘビ。もうそうだから体がもう毒まみれ。チンが糞をするじゃないですか。糞が石の上に落ちたらその石溶けるっていう噂が。もうアニメの世界じゃないか。半端ないんですけれども、まあ、それは食わせて死ぬっていう処刑方法があったっていうふうに記録として残ってるんですけど、まあ一応歴史上に毒を持つ鳥がまずいないんですよ。うん、だからこれはただの伝説なんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、まあ20世紀パプアニューギニアで毒性を持った鳥が発見されたんですよ。その鳥の末裔だ。それはそういうことから、もしかしたらこれ本当にあったんじゃないかって今噂されている。これはいいとしてよ、もっとヤバいのありますから。もう確実にやってたってやつがありまして、人間バーベキュー。人間バーベキュー、もうやばいやん。炭火で炎を熱して、はいはいはい、その鉄柵に人を置いた。鉄柵だ。鉄柵だ。ジューっていう、それにこれステーキみたいな。これ2パターンあって、もう一個が油を塗った柱みたいな細いところを渡らせて、はい、落ちるまで渡らせ続けると。で、その下はもう油で燃え上がった炎。絵に描いてあるな、地獄やな。うわやばい。まだあります。うわ、なんの。続いて鷹山という処刑方法なんですけど、皆さん斬首って聞いたことありますか。斬撃の斬、打ち首ですよね。はいはいはい。まあ、その時ちょっと首切るだけじゃあっさりすぎるだろうっていう声が。なんでやばい。台にうつ伏せにさせて遮断器みたいなのでこう、うわガサッ、うわ腰から切る。うわ、腰はやばい。腰って小頭髄とかがあって痛みを一番感じるらしい。やばいやばいやばい。もうでプラス胴体切らなきゃいけないので、あ太いんですよ。相当分厚い。だからボンって言っても切れない。だからそこから圧力をどんどん人間が加えていく。うぇー、押し切る。痛い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 。押し切る。痛い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 。首を押し切る。ちょっと待って、やばい、気持ち悪い。一瞬、考えちゃう。最大限痛みを感じさせて殺すという。実はまだあります。もう得てもいくらでも出てきます。もう耳痛いわ、もう。まあでも次が最後ですので、安心してください。緑地という、これが一番やばいです。やばいんだ。なんとですね、3日間にかけて、皮膚という皮膚を。そいですか。ダメだ。最大で3日間で3300箇所切り落とす。3300箇所。皮膚を3日間かけて。はい、3日間。地獄だな。大体の方は1日目2日目で亡くなるそうです。それはもう耐え抜きは出血されるね。3300回。いやーやばい。皆さん感じてください。この自分でさ、なんか爪の皮とかをピッて間違えて切った時、血が出る時じゃないですか。あの時の地区でさえ痛いわけ。痛いよ。で、針でプスとか包丁プスやったことありますよね。そういうのに痛いわけですよ。それをもっとざっくりな感じで3300回やられる。やばい。はい、ということで、まあ今のが三国志にまつわる呪われた都市伝説という話なんですけれども、まあ大体の話実はです。この時代に生まれてきてよかったわ。よかったね。はい、まあですけど、まあ落ち着いてください皆さん。ちょっとある映像をご覧ください。かつてにぎわいを見せた町は焦土と化した。志半ばの兵士たちの夢、志を受け継ぎ新たに踏み出すのは君だ。大三国志。はい、大三国志。大三国志。こちら大三国志というアプリでございます。おお、アプリ。今日はこの大三国志のアプリのタイアップということで、まあ怖いお話をさせていただいたという。そういうことだ。こちらのアプリなんですけれども、最近2周年を迎えたということで。おお、まあ今ちょっと気合入ってるみたいなんで。おお、2周年が一番気合あるからね。自分が国の王みたいな感じで、はいはいはい、義公職みたいな感じで、まあ戦うわけです。そして中華統一を目指していくという。あ、でもこれグラフィックとかもめちゃめちゃいい感じです。おお。三国志とか歴史系に興味がある方はね、ぜひやってみてほしいかなっていう形でございます。おお、これはやります。これもやります。これもやります。皆さんダウンロードしてくれれば僕たちもね、まあこういうお仕事たまにもらってやりますので、僕たちのためにもぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ1万ダウンロードで恭平さんを緑地するということ。緑地はやべえ。緑地はやべえ。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。お願いします。それでは次の年に続きましょう。ほいっ、スイーイ、ゲンゲン、スイスイスイ。